どうも、高井です。要点の読み上げがようやく終わりました。約1ヶ月と半分くらいかかったんじゃないかな。何回も繰り返し繰り返し、ルーズリーフの中のまとめた内容をビデオカメラの前で読み上げていって、何回も失敗を繰り返し、ようやくですけど終わりました。で、これから動画編集に行きますと言いたいところなんですけど、私のパソコン、今ヒューレットパッカードなんですけど、それがちょっと不調になり、画面に横線が入ってるんですね。で、こちらライフブックなんですけど、第13世代の CPU が入ってます。で、第13世代までがインテルコア i シリーズなんですけど、じゃあコアウルトラ買えやって話になると思うんです。ただこのタイミングでパソコンが不調になってしまっているので、やむなしってことで、ちょっとそれまでのサブとして使えないかなという想像のもと購入はしたんですけど、ま、運悪くって言うべきなのかわかんないですね。パソコンも高騰してるみたいで、4年前に今のヒューレットパッカードがあった時って15、6万だったんですよ。それが今は23、4万と。うおー、高えみたいなね。年末のタイミングだからこの安さだったっていう表現は言われたんですけど、じゃあ普段はいくらだったんですかみたいな。28、9万みたいなね。いやー、庶民には手が出せない格好になってしまったなと思うことで。そう思うと、4年前から約2倍くらいになったってことですね。まあ、そんなことをちょっと愚痴りつつも、こちらのパソコンの設定が終わり次第、新しいパソコンで編集していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。